パナヤへようこそ。この動画ではパナヤのテスト自動化ソリューションをデモを交えながらご紹介します。まずはじめはテストスクリプト作成です。パナヤのスクリプトビルダーは SAP アプリケーションの特徴を理解し、ノーコードでテストの自動化スクリプトを作成します。ここでは SAP フィオリを使用してテスト自動化スクリプトを作成します。記録ボタンを押し、ビジネスプロセスに沿ってアプリケーションを動かすと、自動的にノーコードでテスト自動化スクリプトが作成されます。このスクリプトを再生すると、記録時と同じ動作を自動的に行います。次に、豊富なテスト拡張機能を使用して、テストスクリプトを編集していきます。記録されたスクリプトは様々な編集が可能となっています。コピーや削除、一部分を再生させたり、Excel からインプットデータを取り込み、そのデータをテスト自動化時に利用することができます。また、正しいデータや画面が表示されているかを自動的に確認したり、表示されるデータや画面によってスクリプトを分岐させることもできます。AI を利用してスクリプト編集やインプットデータの生成も自動的に行うことができます。例えば、名前や住所を AI によって自動的に生成することができます。また、画面構成を変更したとしてもツールが自動的に修正を行い、スクリプト再生が可能となっています。最後はテスト実行とテスト結果の確認です。記録したスクリプトはパナヤのテストダイナミクスの管理プラットフォーム上に保存され、いつでも実行が可能となります。複数のテストスクリプトをグループ化して実行したり、夜間や早朝の自動実行のスケジュールも可能となっています。また、以前成功したスクリプトと画面を並べて違いがないかを確認できますので、新旧の比較テストが容易に行えます。パナヤのテスト自動化ツールは、SAP のテストに改革をもたらし、より早く、より確実にビジネスアプリケーションをリリースできます。